見なさい、 BC よ、 BC なのよ。あら、いらっしゃい。今日はね、炭治郎ちゃんとねずこちゃんのね、あのちっちゃいぬいぐるみとって、これちっちゃいやつよ。でもね、ちっちゃいからってね、舐めてるとね、痛い目に遭うの。下手すると大きいやつよりお金かかっちゃったりするんだから。というわけで、手前にズルズル持っていこうと思ったら横向いたわ。横向いたのよ、炭治郎が。これってチャンスなんじゃない？もしかしてあの BC よ、 BC ね、ばあちゃんの美容。あら、ごめんなさい、もう開始1分も経たずにピーって入る。このチャンネル大丈夫かしら。ほら、そんなこと言ってるから思いっきり失敗してるじゃないの。まだね、ちょっと横向きなのよね。なんとなく狙ってみたりなんかするんだけど、やっぱり無理っぽいわね、この角度じゃ。まあ、こっからはね、なんか成功法よね。あの、お手手をうまく引っ掛けながら手前に引っ張り出す。あわよくば頭をこっちに向けた方がいいのかしらね、これって。っていうか何言ってることでやってること全然違うじゃないの。今思いっきり頭狙ってたわね。でもね、また横になったからね、これちょっとチャンスなんじゃないの。うまくここをギュッてすればね、ほら見なさい、見なさい、見なさい、これよ、これよ、これよ、神業よ。見た今の、ちょっといいわ、もう一回見せてあげる。いい、行くわよ。こうしてね、後頭部と脇をちょうどいい具合にギュッて挟むの。そしたらね、そのまま持ち上がるじゃないね。そうしたらもうあとは穴へ真っさらさまよ、ほら。まあ、途中で落ちちゃったからね、完璧なビシッとまではいかないけど、もういいんじゃないの、なかなかなもんじゃないよ、私。かまこの沼。というわけで、お兄ちゃん取っちゃったらね、妹一人残しとくわけにもいかないじゃない。こうよ、今のよ、結局見た、今のがやりたかったの、さっきも実は。でもまあいいわ、結果的になかなかかっこいい形で通れたよね。まあこうやってね、こっち側にズルズルズルと引っ張り出してって、最後は落とすっていうのがいわゆる成功法ってやつだから、私も今度はこのねずこちゃん成功法ってやつで取ってみようかしらね、とか言いながら、なんか私寄せてるわよね。ちょっとずつ向きを変えようとしてるじゃない。何あんた、また成功法とか言いながら狙ってんのかしら、ばあちゃんの。あら、やだ、またピー入っちゃったじゃない。てかこれやってるわね。完全に私これやろうとしてるわね。やってるっていうか、やろうとしてる感じよね。もうなんかね、ねずこちゃんの頭がぐっと起きてるじゃない。ねえ、素敵すぎるわよね。狙いたくなるわよね。やっぱりこれって狙っちゃっていいかしら。ちょっと今のは奥の方すぎたわよね。でもなんかこっちにコロンって転がりそうだったんじゃない。あれもあれでいいわよね。コロンって転がってくれたら、もう一回コロンってするだけ。何をコロンコロン言ってるのかしら、私は。いいわ、とりあえずまたこっからちょっと狙っていくわよ。まだね、いい感じで横たわってくれてるからね。あ、ちょっとこれも後ろじゃないね。いいな、ぜコロンってコロンってコロンってもしないわ。何？どうしたの？反抗期かしら、ねずこちゃん。でも形としては悪くないわよね。あの爪がね、うまく股に入るといいの。股に爪とか言って、ほら。ね、こういうこと言ってるからダメなのよ。皆さんやるときやめなさいよ、この股に爪入れるとかね。ピーってなるからね、気をつけなさい。でもちょっと形が変わっちゃったわね。これまたズリズリ作戦の方がいいかしら。若干タグが邪魔なのよね。タグってつるんって滑っちゃうじゃないね。今そうよね、きっとタグのせいであんま動かなくなっちゃうのよね。うまくあのタグと体の間にアーム入れれるといいんだけどね。そしてもう一つ、私は軽い不安があるのよ。何かってね、ねずこちゃん頭大きいのよ。もしかするとあの頭をこのアームで持てない可能性があるのね。そしたらもう罪よ、これ。とりあえずちょっと頭を持ってみようかしら。どのくらい上がるのかしらね、これ頭よ。ちょっとだけね、ちょっとプワッてするぐらいね。これやばいわ、これ絶対やばいわよ。これあれね、重心が下だからくるんってちゃぶ台返しみたいにくるんってならないかしら。ならないわね、ならないのよ。
さあ仕切り直しよ。こっからはもう正攻法ちゃんとまっすぐ狙っていこう。これいいとこに入ってんじゃないの。ほら見なさい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 、バランスを。ちょっと何よ今の、見た？そこで話す普通。ねずこちゃん、ドタマから落ちたわよ、あれ。脳天陥没骨折よ、大丈夫かしら？もう、心配になっちゃったわ。っていうか、ここからよね。ここからもう一度まだ狙ってそうな気がしなくもないんだけど、どうかしら。またなんかちょっと後ろな感じがするけど、いらっしゃい！そんなに甘くはないわね。まあね、でもね、もうまだまだ狙えそうな位置よね。もうちょっと手前ね。やっぱりね、股に爪よね。次はいけそうじゃない？これちょっと上手に狙ってみた。いいんじゃない？これちょっと手前かしら。あ、やっぱりね。ちょっとまだまだいけそうだが、タグが若干邪魔な気がするけど、まだ横たわっているからね。こうぐっといい感じでねずこちゃん掴んでみたいのよね。引き寄せたいよ。ちょっと後ろかしら。やっぱりね、まあ、コロンともならないようなね、下手くそな感じよね。もうごめんなさいね、なんか見てる方、やきもきするでしょ。もう一回 BC 狙っていこう。もうこの形である以上狙うしかないのよね。なんかめっちゃいちクリクリとかしたくない？クリクリとかまた言っちゃったら、またピーってなるわ。いいんじゃない？これいけるんじゃないの？ほら、惜しいわ。何？なんかねずこちゃんすごい、腹筋使う感じで頑張ってくれてるわね。ごめんなさいね、ねずこちゃんも。もうすぐ取ってあげるからね。ちょっと待ってなさいよ。いい？今度、ちょっと浮いてる感じ難しいけどね。いけるかしら？どうかしら？ちょっと後ろなのかしら？これもやっぱりね。ちょっとさすがにこの絵面にも飽きてきたわね。なんとかしたいし、なんとかしてあげたいのよね。なんかもう絶対この BC ポジションみたいな感じするのよね。でもなかなかほらできないのよね。もう一回さんとかこうやって見ると本当にすごいわよね。なんか簡単にやるものね、あの人たちはね。やっぱりね、プロ惜しいわ。またねずこちゃん顔面打ったわよ。大丈夫今の。なんかいよいよもって BC も難しい体勢になってきちゃったわね。ほんとも完全にハマってるわこれ。あー、でもちょっと待って、これ誰に待ってきてるのかしら。これ意外とあのタグの方が見ちゃうよ。横から見ちゃうわよ。やらしい角度で見るわよ。ほらちょっとタグの方いけんじゃない？これちょっとタグ狙ってみるわ。ほらちょっといい感じじゃない？これキュッて入るわよ。これ多分ほらほらほら、あれ前じゃない私。ほら皆さーん、皆さーよ、もうダメ、私心が折れたわ。この一手でね、もうきっと終わると思うのよ。ほらね。